ですさあ2020年の5月の16日ということでございましてちょっと2日丸々空いちゃいましたけどもう常に更新ですね、えー、国をチャンネル史上最もコメントいただいた動画「小林里帆アベンジャーズベビーメタルモーニング娘。えー」全コメントへというところ、まあ、j p o p k p o p 論なんていうのも質問の中からね織り込んでいったような動画 いいただいただ全コメントでもねで「くんりょうチャンネル」もちろん登録しながらお付き合いいただきたいという、ね、ところもう1000を目指したいんで皆さんの協力必要なんですけども、えー、とそんな中でコメント非常に助かっておりまして、えー、とその中からヒントを描き今後どういうふうにやっていったらいいかっていうのは頭の中にあるんですけどまず最初に謝罪から対応をねやっていると多分今の僕の持ち時間だと速度が足りないんで。 えっと一個であ大きく3ついただいた質問で今最初に答えておくと、えっ、ー、と動画を30分ぐらいに分割してやっていくというやり方をやる案わかりますトライしたいだけど多分後で僕が成立かなくなるんでこういうなんかクイックな回答が今だとできない可能性があるなのでもうちょっと時間ください。 2つ目の質問は、えー、と僕の言い間違いなんていうのを画像のところに1個ずつリンク貼って埋め込んでいく形で訂正していくそういうことをやったらいいんじゃないかって言われて色今いろいろチャレンジしてるんですけどちょっともうちょっと時間がかかりそうなんでもうう少しお時間くださいということとこですねあと最後のところは同じ質質問の質が何個かあるんですよでそこ答えていくことによってとかあと質問者さんが なんていうのそれによってやりにくいってあるかもしれないけどこれは安心してください僕の方で回答を角度を変えて比較的聞いていてもああなるほどこういうところはこういうふうな解釈もあるよねみたいな感じで自分のの中に持っているもまあですので変わらずですけどコメント返し動画の中だけでも歴史的背景であったりまあ経験に基づいたものであったりまあなんとなく皆さんの 空気感じなんていうのを織り込みながら、織り込むってやらそうですけど、ちょっと探りながら、かつ、これがいいんじゃないの？みたいな。まあ、僕なりの感じですけど、お返ししていくのは変わらずやっていきたいと思っております。じゃあ、そんな感じなんで、早速いっちゃいましょう。まず、お読みしますね。えー、っと、ヤギュヤギヤグさん、ありがとうございます。もうここからやばい。 えとご返答ありがとうございました「フロムダスクティールドーンやはり映画からのですよね実は今この時間にワウワウにいてフロムダスクティールドーン放送中です不思議な因縁を感じますうんそうフロムダスクティールドーンねえー、と話が実はこれつながっていたんでまず映画というのはどんな感じかっていうとクエンティン・タランティーノをお好きな人とかだとパルプフィクションはご存知って人いるかもしれないですけどまあそこからちょっとなんか 深掘りといったら変ですけどそこまでエンターテインメント性っていう感じじゃないんだけどまあ世界観引き継ぎながらまあちょっと僕なんていうのは昔のマフィア映画とかギャング映画とかね,ねえもうそういうやつ多いんですよ好きな感じなんですもう僕はロバート・デ・ニーロ・アルパチーノなんていうのはね <laughs> もう類を漏れず子供の頃からギャング映画好きという <laughs> しょうがないけど。 っていう人にとってはパルプフィクションタランティーノの世界観なんて結構面白かったりしたそんな感じですねもちろん見てた時はもう二十歳前後ぐらい言ってましたけどね世の中的に大人と言われる子どもの部類の時です <laughs>、ねまあ、そんな感じの映画の話もできてねなんかこの辺ベビメタとかメタルとか好きな人たちあとモーニング紗やし里方面の好きな人たちみたいな角度から見る映画参戦みたいになっても面白いですね、まあ、そんなこと膨らむ質問でしたありがとうございましたじゃあ続いていきましょう えーと、剣まるさん、えー、感想全然苦にならないトークですね楽しく視聴させてもらってます私は急ト解散後はよく分かってなく国尾さんの動画でリホリホの現在の患者とかを勉強させてもらってますリホリホのインスタライブ見て私なんかはリホリホのメトロローンを見たいって言われた。 なんてやっぱ可愛いなーくらいにしか思ってなかったのに他の動画ではあ他の動画ですが国尾さんはメトロノームのようにどうしようかっていう心情現状というように表現されてさすがだなーって感心しましたアイリーの話もよく出てきて嬉しい限りですリホリホもアイリーも大きく羽ばたくのを楽しみにしてますあと私国尾さんと同い年でした同じものを見てきたら嬉しい気持ちになりましたこれからも楽しい動画楽しみにしていますいやー嬉しいありがとうございます ちょっと今音を鳴らなくしとくよくいないピロロンってなるから余計なこと言ってすいませんはいじゃあ解答していきましょうえっ、ー、とねああと音量ね、えー、大きくしてくれっていう方もいらっしゃるんですけどそれ1時間27分の前回の動画あったら1時間27分分チェックしてチェックしてんだよそれでさらにもう一回音調整が間に合わないもう少し待ってくれ気持ち声を張るようにしますさあやっと解答いきましょうえっ、ー、とねこのート よよく話上がりますよね鈴木愛理これはモアちゃんが好きだからということで理解してます。でリホリホというのはそのートより世代が当然後ろになるんですよ小林リホちゃんね。だけど彼女の可愛さっていうところで言うとすごくモーニング娘。9期というところを振り返ってみればわかると思うんですけど待望の後輩だったんですよモーニング娘。にとってで。その中でもう オーディションの段階からこの子エースになるなっていう匂いのあった子だから最初の段階からなんか可愛がられ慣れ慣てるというんですかねだけど本人の中ではアクターズスクールからの流れとかでそんな自分じゃないよっていうところ、まあ、ある種ギャップなんですけどでもその中で両方うまく僕何て言うのかな小林里帆っていう立ち位置は形成されてた人だと思いますけどね。 でアイリーみたたいいい。に大きく羽ばたいて欲しいこれはやっぱりねどっからどの角度から見るかでじゃあ愛梨はどうだったかって言ったら最初のスタートはベリーズ工房になれなかったそしてキュートディブスがキュートもこのゴロゴロゴロっと転がっていくその中でもう晒しセンターみたいにやらされそして駆け上がっていくわけですよ。 でまだまだ上がってる最中っていうのが僕のから見てる愛理だけど愛理も愛理の中でいろんな挫折が実はその「ートの後期」の中からソロに出てもあったりするんでここら辺っていうのは見ていくと今からでも全然楽しめるし愛理の凄さ凄みっていうのを再度確認できると思うんでおすすめだったりしますまたその話は愛理特集チカチカしますんでやりましょう。あの,ボーノの、ねえー、と上映画 上映だって YouTube で放送っていうのは公式に決まったんでそのタイミングで必ずやります楽しみにしてくださいていううな感じです引き続きよろしくお願いしますありがとうございますでは続いていきましょうえー、っとこれ長文ですねグッドグッドさんいつもありがとうございます YouTube で公開されてるアーティストのライブ配信ですが k p o p の再生数だけ極端に少なくめちゃ悲惨でしたね僕はそりゃそうなるわなって思いましたが得意の工作が間に合わなかったのかなまあそれはさておきアウェイで戦えるねじ伏せる力があるっていうのは欧米を主戦場にしているアーティストにとっては必須のスキルだと思います国内の温かい環境って言ったら申し訳ないですけど実際に数年かけて欧米で戦った経験のないアーティストには絶対にわからない感覚じゃないんですかね えー、ライブは生ものしかも少ないチャンスをものにできるかどうかの瀬戸際でそれこそ生きるか死ぬかの戦いですよなぜならそこは日本じゃないですからですあないからですそしてアジア人だから僕は英国に2年米国に1年半仕事で行ってましたけどこれはアーティストに限らずの話なのかなと思います国尾さんが経験した外国あるいは接してきた外国人っていうのがおそらく僕とは全く違うので無論印象が違うのも当然なのかなとは思いますが。 またまた話は変わりまして結構前の動画で気になったんですが国尾さんは「ベビメーターが広告屋を使わないから偉いとは思わない」みたいなことをおっしゃってましたよね。先日お話しした通り電通って会社は業種にかかわらずおよそ5割の中間マージンを取ってます。箱報ども似たようなもんですが。 そして電通が広告枠の6割弱、博報堂が2割強のシェアを持ち、えー、残りの少ないパイをテレビなどではあ早朝枠、深夜枠、あさをはじめとする。 ん小さな広告代理店3電車があ必死に奪い合ってるのが電、えー、通の話に戻しますがオリンピックやワールドカップの放送券なんかでもピンハネは5割ですね、えー、そしてこんなのがまかり通ってるので実は少数の発展途上国を除けば日本ぐらい。 あこん曲がり通ってるのって実は少数の発展途上国を除けば日本くらいですし、まあ、特にアニメ業界なんて悲惨でして5割を電通残りの3割を配給会社、えー、と共産企業をテレビ局とかで山分けして、えー、制作会社現場のアニメーターは2割しか回ってこないんですよ日本ではアニメーターやクリエイターが育たないって言われてますがその原因はこの構造にフェアネスがないからです。 つまりですね、単純計算ですと広告屋を使わなければですよピンハネ分、えー、んピンハネ分どこ行っちゃった。 ピンハネ分の5割は確実に浮くのでその分もっと現場で頑張ってる人が潤い仕事に見合った収入が得られるようになるわけですベインメタは東京ドームの 2days をやりましたが電通博報堂をガン無視してしかも共産企業もなしだったので舞台セットにめっちゃお金をかけられましたそして利益率はもう段違いなわけですこれを偉いと言わずして何と言いましょうか えー、ビジネスやってる人ならあ偉い以外の感想なんてありえないですよね、えー、そんな利益率を叩き出せる人は極めて優秀ですよ本人たちのギャラにも大きく反するだろうし、えー、だから大金を摂取する広告屋を使わずに実力でまあまあ戦えるってこと自体利益率だけをとっても計り知れないほど意味があるなとは僕はそう思ってまして、えー、ましてさてまた話は変わって申し訳ないんですがそうそう国尾さんに質問なんですけど。 前にもこんなな。話あったかな自分も含め僕の会社の音楽雑誌の編集をやってる連中は、えー、洋楽のポップスロックあるいは日本のソンシンガーソングライターとかを聴いている人間がほとんどなのでアイドルでよくある大人数で歌わりをしてユニゾン箇所で歌うっていういわゆるアジアンスタイルですか、えー、k p o p もそうですよねそもそもそこにまず抵抗があってですね長い歴史を持つ欧米ではまあなじみがないスタイルですし またそういう形で売れてるアーティストも欧米では見ぬ やはり一人のボーカリストを育てるって形がスタンダードでこれはポップスでもガガマドンナをはじめるほとんどがそうですしロックバンドでもそれは全く一緒だからアイドルグループのアジアンスタイル自体に抵抗があるって見解が多くてですね昔のアイドルは一握りの才能ある人だけがふるいにかけられバッチリボイストレーニングを積んでソロとして恥ずかしくないレベルに達した段階でデビューするって感じでしたよね、えー、山口百恵松田聖子中森明菜とか あの頃はしかも生バンドで歌ってましたしハロプロは口パクではなく生歌ってことでその点は大きく評価できるんですけどあのスタイルがどうも受け付けなくてでもですね最初はんが言っていたんですけど「ベビメタは一人の人間しか歌わないからすぐに飽きるんだそうです笑い」まあどこにもアイドル文化にどっぷり慣れ親しんだ人の話ですけど。 ほとんどのアーティストやバンドは一人で歌うのが普通なんでしょう。普通なんですよね。笑い。そこで質問です。ハロプロは今後もこのアジアンスタイルでやっていくのでしょうかダンバラ、鈴木ありと、あともう一人歌うい子いましたよね。確かさやしと真ん中で歌ってるのを見たんですけど、一、うん、期か二期後輩の名前忘れちゃいました。すいません。 あのくらいスキルの高い3人組ユニットとかで歌声やユニゾンではなくハモリをやったり曲によって歌う人を交代するとかそういう売り方なら曲さえ趣味に合えば自分も聴き,きたくなるかなと思って3人組でもパフ u f フみたいな串パクは無理なんですけどでもなぜか僕はグループなら3人っていうのが人数の限界なんですよね大勢いるとどうしてもとりあえずのとりあえずの集に見えるというかすいません 笑い。それに若い子は趣味じゃないので容姿は別にいいんですけどでも歌唱力はあ学芸会みたいな素人芸に金を払う気なんかさらさらないしプロレベルのスキルを持ってる人じゃないとちょっと無理なのでとなるとなかなかアイドル界隈でこれが難しくてですね僕がこれまで一度もアイドルにはまれなかった原因っていうのは多分これなんだなと今改めてこれを書きながら分かりました笑い。いつも長者ありあます。 でこちらに関して僕ね前半のところはもうこれは考え方だと思います。なので過去に何度か回答しているんですけども僕の考え方としては海外でやって できた生活されてきたそういう感覚というのを否定するという気持ちはないので多分お,おっしゃる通りで立ち位置が違う出会ってきた人たちが違うそしてやりたいことやっていたことが違うというところに僕はこれ既存してると思うんですけどが故に連鎖する人間関係というのは変わってきたこれは海,海外というのは関係なくて日本国内でも多分同じじゃないですか。人間関係っていうのは 今の先ほど僕が申し上げましたところに既存するんでそれがたまたま分母が1億2600万なのか75億なのかっていう話なのかなっていう風うにお思っておりますもし間違えていたらまたご指聴くださいそれが僕の捉え方ででご質問いただいていたところに回答いたしますねでこの質問いただいているところは僕音楽これ大きく言ってアジアポップスという括りにされているグループアイドルでの歌パートが複数あ で回していくことが効く感じになれないということですよねで、これをどう思いますかっていう質問だと解釈しているんでそこに絞ってお話回答したいと思っておりますこれは構造にすごく依存するものだと思います例えば非常に分かりやすく話をすれば CD が売れていてそこから収益が取れていた時代というのは 一人のアーティスト例えば松浦彩というふうな存在が分かりやすいんで松浦彩を例えます松浦彩ちゃんのに CD セールス CM のお金全て松浦彩ちゃんが実は最強だったりしたんですよ一人というので売った場合でそういう松浦彩ちゃんっていうのが立てられるような時代っていうのの考え方はこれでいいと思いますですけれどもそのハロプロというのがよくおっしゃってる電通博報堂さん何でもいいです でその中と戦ってとかそこにお金を払ってやっていくとこのもともとの松浦愛ちゃんだったりハロプロプののアイドルの子たちですよねここにお金が使えなくなってくるでここはこの子たちだけじゃなくてその先生であったりレッスンスタジオだったり当選事務所だったりそこの社員だったりとかさまざまだと思うんですけどでそこをどっちを取ったかといったら広告屋を取るんじゃなくてハロプロというのは FC ファンクラブだけでかなりのロットの興行というのが成立する。 ところにもう到達してるんでですすね結構昔からですなのでそちらの方を選んでしっかりそこの枠組み建物というのを競い合わないで自分で建てていこうというふうにしたんだと思うんですね、まあ、これが何というか宝塚スタイルジャニーズスタイルという,うに僕は基礎がそこと似てるというふうに思ってるんですけどでこれが形成されている。でなななかかかこの話をしたかというとう となると一つの媒体で売るときに単体で売っていく一人で売っていくというと研修生制度というのが全てに例えば宝塚だったら学校ありますよねジャニーズだったらジュニアがありますよねハロプロはハロプロ研修生というのがあるんですでここを育てて上げていくときに一人を売っていくっていうのは費用対効果が悪いんですよで複数でいけば失敗するリスクも少なくなるし入れ替えていけばいいというね判断も なんていう途中から育ったんですけどそういうこともできるしマネージャー1人で10人のタレントを投稿させていくということもできるし結局グループアイドルというのは2000大きく分かりやすく言ったら2010年代にその前からもあったけどスタンダードになったのがグループアイドルの今の形ですよ。でこれは何がいいとか何が悪いんじゃなくてそうしないとビジネスとして継続しなかったからなんですよ。で 音のスタイル。これは曲というところの工夫を少し無視している感じがしていて、曲は複数の人たちが歌っても聴けるように、そこのリレーというんですか。要は、ピッチャーが一人で三振を取る、三球で三振を取る。これが美徳と言っている感覚と似てるんです。えー、とランナーが出ているところで、六四三四六三のダブルプレーというのは、チームプレーですよね。チームプレーでアウトを取る、打ち取っていく美学というのも、同時にあるんですね。だから、これは。 あのスポーツだったらスポーツの醍醐味の中の一つのプレーというのを見失ってしまう発想になるんで僕はハロプロというのはチームプレーという醍醐味をしっかり表現しているそういう歌回しもできているグループであり会社だと思ってますよ。これはいろんな曲でも証明できるんで聴いていただくしかなく聴いているところでこういうところはどうなんですかでしたらお答えできるという回答,回答になりますね。なので、えっと、お答えとしましまては ビジネスになる構造上のところでは絶対に複数でやらないと費用対効果が合わないという結論に到達していたそれに対して、えー、と曲エンターテインメントエンターテイナーの女の子たちですから曲というところで十分答えられるものを準備していた迷走していた時期は正直ありますですけれども今の状態というのはそこは超えていると思うんで、えー、これは聞いていただかないとどうしようもないかなというふうに思います。 で最後にこの質問の中でおっしゃっているしっかりボイストレーニングを積んで山口百恵さん松田聖子さん中森明菜さん全部好きですもう本当によく聞いています僕中森明菜さんなんていうのは何年か前ディナーショーとかねそれだけ行きたくて FC 入って見に行ったぐらい中森明菜さんの曲なんていうのは大好き歌も大好きですねそういう感じですなので、えー、と誤解のないようにお願いしますということですありがとうございましたじゃあ続いていきましょう えと山本、えー、明さんでいいのかな翔さんどっちか分かんないごめんねえっ、ー、と私のつない文章を取り上げていただきありがとうございましたあテレビっ子の G です桜学院とハロプロの選択についてのご質問ですが、えー、私のバックボーンを理解いただく必要がありそうですね還暦、えー、すぎた G ですが、えー、音楽ジャンルにはこだわりはありませんテレビっ子ですので昔歌謡番組に出ていた歌手が中心でして洋楽はカンペーターンズぐらいですね 発音が聞き取りやすいからです笑いで37まではバス泳でテニスコーチをしておりましたアイドル系では桜学院とハロプロがクオリティではトップ2だと思っています体力お化けと言われるハロプロと桜学院というよりミキコクオリティのダンスはレベルの問題ではなく種類が違う気がしています汗をかき息を切らして激しさを見せるハロプロは全力感が見えて気持ちいいですね 肩で息をすると乱れます。グループダンスとしての同調性や狂いや、グループ内の力の差をが見えてしまいます。Perfume、b m e t 桜学院のダンスは激しさ、難しさをなるべく見せずにさらっと踊るのが特徴のように思われます。格闘技と採点競技、体操競技のような違いですね。曲調の違いもありましょうが好みの問題ですね。ハロプロと桜学院がツートップと思っていますが、勢いのハロプロより協調性のミッキコクオリティに軍配を上げます。 ベビーメタのアベンジャーズですが3人ともスーモアよりも体力がないのでもうしばらくはマイクを渡せたいかなとサヤスさんでもグラストンベリーではフェスなので曲数が少ないのに危うく膝から崩れかけてましたのでベビーメタの数年間の海外ツアーは伊達ではないようですねそれではありがとうっすうん世代間伝わりますよでもこの世代の方がジジイとは僕は思ってませんからね <laughs> それはもう皆さん同級生の方々の体力そういう答えですよ昔の670とあなた方の670は違う <laughs> すいません余計なこと言って先輩に対してえじゃあ本題いきましょうでこれ面白いなと思ったのはハロプロとお差額をねいわゆるう2つ例えていただいてその中でのご,じご自分のご自身の趣味というところに落とし込んでいただいているってところだと思います僕これね味方すげえ、まあ、こう言われたら 1一個確認しなきゃいけないのはしっかりじゃあこの何年か抜けてる差額のところを僕見て、えー、意見できないので比較っていうところでは僕回答できないんだけど一つ提案ということでハロプロというところの,あの間違ってはいけないところというのを提案というところで、えー、と解釈していただければと思って、えー、山本さんにお返ししたいと思ってます。これはねえー、と例え例ばなんですけど なんかな勢いのハロプロというふうな表現っていうふうにおっしゃってるんですけどこれはどっちもあるんですよこれは野球のチームとかで例えるとですけど当然打線投手陣も勢いがある時は勢いがあるように見えてそれが見に行った10試合の中で3,4試合勢いいで畳みかけらられたらそういうイメージになりますよねなのでいいと思いますそう,そうなんだからもう言うことないですもんね体感ですから。なんですけど 両方できないとおそらくプロとしてはできないんで勢いがその下がった時サーフィンで言えばトップの波にとって掴んで乗っていたけどもその後の時の帰り際パドリング側次の波を待つ姿勢とかそういうことだと思うんですけどでそういうようなことっていうのがでででできききてててるるかかないいとえばんですよだけどどのシーンをー自分が見てそこが連鎖したかっていうことだけな気がします。 でハロプロは特にこの勢いって見えるところは「ロッキンジャパン」ですかとかの「モーニング娘」なんていうのは代表されるんですけどあそこはあれをつかみに行ってますからそういうところだと思うんですよ。でベビーメタももちろん海外のフェスとかでそれつかみに行ったっていうところを何個か最近の動画とか拝見してると感じるとこはあるんですよ。なのでここはっていう勝負どころだけではオールスターとかまあクライマックスシーズン日本シリーズ様々ですね。 ククライマッオールスターも今年ないようで寂しいですけどなのでそういったようなところに依存するのかななんていうふうにちょっとお話聞いていると想像しました全然違ったらさせんでおすすめなのはハローで言うと何でもいいんでアルバム1枚聴いていただけるといいのかなというふうに思いますでハローで言えばよく言ってるんですけど鞘師里帆ちゃんのきっかけであればこちら掲げている「カラフルキャラクターというアルバムこれ非常におすすめです ここ聞いていただけるとハロプロがここの2020年までどういうことしたかったのかなっていう最初のスタートのページに近いんですねその前だとちょっと旧世代2012年からの見方でそんなに今間違えてないと思うんでそこをおす,すめだったりしますまあとはいえ先輩の方にあまり違うよ国よと言われたいもうあれなんでこの辺に押さえていますけどでもまあ一緒にこういう話できて楽しいということです引き続きよろしくお願いしますありがとうございました じゃあ続いてまいりましょう。えー、田中さん。Facebook に高橋くみよっありますが、あれは本名ですかえー、本名ですよ、えー。これを聞いて何があ,ーあるのか分かりませんけども、どういう理由で興奮みたいな質問だと僕喜ぶタイプなんで、今度終わるときは引き続きよろしくお願いします。田中さんは本名が分かりませんけど、ありがとうございます。じゃあ続いてまいりましょう。グッドグッドさん。ツイキです。 フォーラムー、鞘師、しっかり映ってたし素晴らしかったです。最近思うんですが、鞘師は多くのメイトから客観的に能力を評価されて、確実に鞘師マンは増えました。でもその逆にあまり見かけない。ライブ見ても鞘師しか眼中にないっていうか、笑い。文化の違いですかね。もし仮にスートモアがハロプロ所属だったら、もっとハロウタさんに評価されてたような気がするんですが、笑い、うん。これどの見方からでも、さっきから同じこと言ってたすいませんけど、どの見方からでも推測ができる範囲で、 えー、僕極究極ですよ他の人が言ってることはあんまり自分の感想には関係ないはずなんですよだけどその見方も一理あるよねなった方が面白いよって話します <laughs>、うん、で鞘師里穂は先ほどのちょっとところでこ回答できなかったけど体力がないんじゃなくて体力あったんだけどブランクがあったからそのフェスティバルとかステージ上でのアジャストがベビーメタルの時少し遅れたんですよ僕それだけだと思ってます で、どっちでも実力があればハロー歌も多分差額の歌もそうですけど実力なかったらそんな押さないと思うんですよねなんでかっていうと頑張りが見えるから要は素材があっても頑張ってなければ実力にならないじゃないですかそこに到達してる子を応援していく文化っていうのは同じような気がします間違ってたりして <laughs> すいませんじゃ続いていきましょう えとまた山本さんですね。えー、とコメント入力した後もう一度動画を見直して抜けていたので追記します。桜学院でいう不兄ですね。ベイメタでいうメイト。世界的にキツネの遠い親戚くらいの立ち位置です。桜学院は転入した時に自分がいつ卒業するのか分かっているのでそこに向かって努力します。歌手志望、女優志望、えー、女優声優志望。 モデル志望卒業後あるいは在学中にそれぞれにあった未来を探します看護師志望やあ学業優先で引退する子もいますアミューズはそれぞれが部門としてありますので卒業までに基本的な教育をし経験をさせます今年卒業の4人は女優志望1人女優モデル志望2人もう1人はあベビーメタ・アベンジャーズですが全員それぞれがすでに経験してますしこの4人支援ユニットを作っています 今まで二十数名の卒業生がいますが、引退した娘以外は後も見れますし、大人になった時にやっていけるような教育や経験をさせていますし、すぐに売れることを強要されません。アミューズの未来のための士官学校のようなものです。桜学院やその他のアミューズキッズもアイドルではなく、アーティストまたはアーティスト候補生の扱いのように思われます。桜学院のファンは、不、え、敬、ー、と呼ばれ、 卒業生が育っていくのも見守っているようです。売れた娘以外は切り捨てる。どこかの巨大グループとは違うようです。よそのアイドルで将来娘を産んだら桜田君に入れたいと公言している人もいるようです。笑いではちょっと待って失礼。 ごめんね。じゃあ、とあのこの回答します、えー。ありがとうございますね。えー、っとね。ごめんなさい。えー、っとね、えー。説明ありがとうございます。ご説明ありがとうございます。で、巨大アイドルグループはこれどこ行ってんのかなあの、48系かな構造、なんか、この説明で理解できましたよ。で、僕、 やっぱりこういうのって長く見ていけば思い入りますよね思い入った中でどういうふうに自分自身の立場とか考え方とか音楽の趣味とかっていうのを重ね合わせる作業だと思うんですけど、うん、これ僕まず好きなんですよ。ただハローを追ってると時間が持ち時間が足りなくて追えてなかったってだけなんでここに関しては。 あの差額好きな親の方々がどういう風に考えるかっていうところだと思いますね。で、あと、不敬って言ってるのを俺思い出した。すいません。ありがとうございます <laughs>、えー、そんな感じです。で引き続きお願いします続いて、えー、なんだこれはナセナルシス。ナルシスエッジオさん。このね、そうそう、ラテン語的な。 コメント会社ありがとうございまましした。た全部読みましたよ。質問1号に関しておおむね国尾さんの見解とても面白く深い分析をされていて画面の前でうんうんとうなずいて見ていましたでも B メタの場合プロデューサーのコバメタルは良い意味でへそ曲がりで我々ファンの予想を斜め上を行く戦略を取ってくるのでそこがまた楽しみでもあるんですけどね、えー、もう一つ音楽やエンタメ産業に造形のある国尾さんの見解を聞きたいことはあります。 1> 1それは演者の立場から見たアイドルがアーティストとして脱皮していくための必須条件ボーカリスト論ダンス論などについてです例えば森口博子さんは若い時はアイドルでしたが今やアーティストとしてのファンを持っていますよね彼女の歌唱力の高さがそれを支えたんだと思いますただ普通に歌がうまいダンスが上手なだけではダメでそこに何か光るものはないとダメなのかななんて思っていますその何か光るものとは何でしょうね国尾さんなりの見方を教えてください にそしてさやしさんはその何か光るものをお持ちなんだろうと思っています多分さやしさんもモーニング娘。のエースとしてアイドルとしての頂点の景色が見えたからあ次に進もうと思ってより高みを目指すために留学をされたのかななんて勝手に想像していますそして世界を見渡した時に、えー、常にそこに挑戦してある程度の結果を出しているアッシュの幼なじみがいたということで組むのは当然だったのかなと思ったりするわけです 歌の仲本鈴香ダンスの鞘師里保って言われたくらいの逸材なんでしょうからぜひ世界を撮ってもらいたいですねもしにおさんが鞘師のこれからをプロデュースしていくとしたらどんなふうに展開させていきますか3また私はよく存じ上げないんですが今いるハロプロメンバーでこういった観点から,こい,点からこいつだけは聞いておけ見ておけすごいからみたいな人がいれば是非教えてください、えー、PS ちなみに前回語った通り私は昔はアイドルとアーティストは全く別して見ていたんですよね アイドルはかわいいというキーワードが最初に来ることが最優先の事項アーティストはパフォーマンス力が最優先事項その懸念を良い意味でぶち壊してくれたのがベイメタでしたねそういった意味でベイメタを知った当初はアイドルかなアーティストかなと疑問を持ちながら見ていましたがこの楽曲を聴いて完全にアーティストに見るようになりましたオフィシャル PV ではないんですがこのマッシュアップがすごくかっこよかったのでご紹介させていただきます、uh, Ghost in the Shell 国家機動隊×、uh, f r o m d a s k t i l l d カッコベビーメタル。リンクいただいてます。えー、このビジュアルで、ここのパフォーマンス力はそれは人気出るわと個人的には思います。今後も楽しく拝見させていただきます。ありがとうございます。いや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 うもうなんか最近鼻が。で、まあそれはもう無視してください。気にしないでください。で、えっ、ー、と、ご質問、答えていきますか。ね、せっかくですから。さあさあさあ。えっ、ー、とね、 うーんアイドルアーティストとして脱皮していくための必要条件これねどうするかというよりアイドルっていうのを好きな人っていうのはこれもうででもアイドルやってて欲しいんですよねだからアーティストが脱皮っていう理論発想ってちょっとどっか僕もう捉え方違くてよくアイドルでアーティストになることがランクアップと思ってる人いるじゃないですか。 これ全然僕持ってなくてアイドルを長くやることって結構重要だと思うんですよ例えばポール・マッカートニポール・マッカートニって俺まだ今見ててアイドルだと思ってますよアイドルビートルズな気がするなんかアーティストビートルズっていうところも,もちろん側面あるけどなんかちゃんと原曲の時に忠実でアイドルらしいことをおどけたこととかもやれるし それによってじゃあアーティスト性とかっていうところ前出しした時のポールとどっちがいいかって言ったら僕前者の方がいいと思っててアイドルってあとでもう一回できないんですよ。でそれは最初にもうある種限られた人しか若い時にそこを手に入れた人しか続ける権利もなかったりするんでだってアーティストからアイドルできないじゃないですかアイドルからアーティストはできるけど。うん、なので僕は アイドルっていうジャンルを好きで愛してる人はアイドルっていうのは固着してやってってほしいってい考え方ですね。で僕はそれが好きな結構タイプなんで、今の道重さゆみなんか好きですよ。そういうふうに思ってます。<laughs> ね、じゃあ続いて2つ目の質問。いやそして小安さんはその何か光るものをお持ちなんだろうと思っています。多分小安さんはモーニング娘。のエースとしてのアイドルとしての頂点の景色が見えたからあ次に進もうと思ってのこのくだりね。で、 これもし国尾さんが小夜さんをこれからをプロデュースしていくとしたらどんなふうに展開させていきますか踏み込んできましたね。えっ、ー、とじゃあお答えします。当然足らればです。僕が鞘師のプロデューサーだったらずっとニューヨーク。ニューヨークだけ。なんでかって言ったらそこが世界最高だから。ダンスにしても歌にしても舞台にしても。で 同世代の前の動画でも同じようなこと言ってるんですけど同世代の世界最高を目指すやつらの環境で、えー、トレーニングする必要があるんですよ。環境っていうのはいくいくの才能になるんで要は才能っていうのは環境に依存するんです。ですからそこをお見失わないようにさせるでお,お前はそのクラスなんだよとそこ見てやってんだよっていうのは日常からですよね当たり前普通が世界基準っていうふうにするそういうふうにします。 間違違っっててたたらららううう意意見見だだここれれはもう俺ののから許してくごご質問への返答ということでございいでざじゃあ続いて3つ目。えっ、ー、とまた私はまだよく存じ上げないのですが今いるハロプロメンバーでこういった観点からこいつだけは聞いておけ見ておけというねすごいからみたいな人がいればぜひ教えてくださいと。これも何回か言ってるんですけどうんもう皆さんも気づかれてるところと思うんでかぶるところがあると思います。もしレイドバックして聞かれるんだったら松浦綾。 でも今活動していないんでそれは違ってくると思うので現在の歌手というところで言ったらあの小林里帆さんアクターズスクール広島の後輩そしてハロプロに入ったという同じ経緯そして鞘師里帆を憧れてアクターズスクールハロプロと入ったダンバラルルジュースジュースです。これ僕の中ではこれ一択ですね二択三択の他がないですね現在のハロプロメンバーといえば。 で鈴木愛理さんは厳密にはハロプロというより今 M ラインというもう少し上の方の卒業生組のところに入るんでそちらに位置するということですねなのでこのような回答でいかがでしょうかね引き続きお願いしますあの非常にいい音楽もよく聴いていらっしゃるしご趣味の方も理解できるので、えー、このやり取りは楽しくやらせていただきます他の方がつまんないってわけじゃなくて えと僕がなんか好きなところでやり取りできてるという感じでございます。ありがとうございました。じゃあ続いて、深夜さんね。これいつも逃げてるけど。コメント返しありがとうございます。ルーちゃんみたいな可愛い子がステージ上で、えー、むちゃくちゃかっこいいみたいな感じ、すごいわかります。僕の好みがばれちゃいましたね。今度はルーちゃん動画の会にも参加させていただきます。あと、桜学院のファンのことを不敬意と呼びます。細かいこと言ってすみません。国尾さんが動画の最後の方におっしゃっていたハロプロではなくアミューズにハマって たかですが僕の場合はもともとテクノやハウスやテクノを聴いていて Perfume にはまったのですがそういう音楽ジャンルから入り込んだ人は多いかもです。Perfume 聴くまではアイドルとか聴いたことなかったとかベイメータを聴くまではアイドルに興味なかったとかいう話をよく聞きますそういった意味ではアミューズの仕掛け方はとてもうまいのかなと思いますただそれにはチンプなイメージだけで終わらせないための相当な技術や能力が必要でしょうかでも今はハロー好きですよ まだ現場に行ったことないんでコロナが収束したら行きたいなあうんありがとうございますねこれはいい例ですよね広げてエンターテインメントを楽しんでいるということですから、まあ、僕が一番なんか皆さんと一緒に共有したいのはこういうことかもしれないですねでもともとハウスやテクノを聴いていてそういう方でのハローを好きな人多いですよ まあ、分かりやすく YMO が多いですけどね YMO。で YMO からクラフトワーク行く人もいるしその後の方につなげていく方ケン・イシーさんなんて僕らのね子供の頃っていうのは少し流行がテクノなんかあったんですけど「a k i r とかねああいう世界ヒットするアニメと一緒に足並み揃えてるのどんな感じっていうそっちも興味持って聞いてましたけどね。だかからなんかそこのの文脈の中で えー、永田康孝くんサウンドがあるんだとしたら面白い聞き方だしししちゃんとしたヒストリーー継承してるイメージもあります、うん、なんでこれはもう今出会ったものをエンターテインメントとして受け入れているんだったらそこを楽しむその中でこういったお話の中で次のページめくれるようなことがあってめくってみてああよかったなと思ったらそこ行くっていうより普通にご自身の立ち位置の中でいいもの聞聴いてりゃいいような気がするんですけどね。うん その中で僕はなんかハロプロの物語とか、まあ、松浦あやちゃんからスタートしてますからうん趣味というところですか非常に自分に気持ちよく連鎖してるっていうことなんですよまあ差額も好きですし引き続きこんなような形でよければお付き合いお願いしますありがとうございますじゃあ続いていきましょうえー、っとおあお朝比奈さんいつもありがとうございます コメント読んでいいただきありがとうございまベビメタ5人体制の ROR かっこよかったですがメイトの方は違和感あるんですよね外から見ていて現在のアベンジャーズは爆弾ク以上正式メンバー未満の中途半端な位置づけに感じてますダークサイド時代の方は爆弾クに徹してベビメタ以外の活動も並行してやっていたと思うのですが今のアベンジャーズは MV に映ってますしライブ映像でもがっつり映って準メンバー扱いのように感じます メリットとしてバックダンサーに比べて露出が増えるデメリットとしてベイメタ以外の活動がかなり制限されるみたいなことがあるのかなさやさんにとってはアベンジャーズは神バンドの人たちのような位置づけでベイメタの恩恵を領受しながら個人の活動もできる体制が理想的だろうと思うのですが実際にはそうもいかないのですかねあと体験については意象的にもっと工夫してあげてもいいのではと思いました。 メイトの方は嫌いかもしれませんが某メイド的なバンドのーポの人はかなりがっちりした体型なのを衣装でごまかしてうまくいってると思いますまあパスポのナチを見てきたものとしてはサヤスさんなんかまだデブの入り口にすら立ってないいろんな雑音に負けず頑張ってほしいですあわかりますよわかります <laughs> ぜ質問の部分と感じれるところに回答します、うん ね、この「アベンジャーズ」系の扱いっていうのは僕これ何度も同じ回答しちゃってるかもしれないですけどもう分かってないから、うん、メリットがなきゃでもタレント側例えば小シリホ側だったら継続する必要ないと思うんでメリットあるんですよね。うん、そ,それが現在の答えそれだけだと思いますけど。 で、体型ね体型ね。ね。体体型はいいじゃんとろ思うけどねこれめちゃくちゃだけどたとえ鞘師が俺全然デブだと思ってないですけど超デブになっても動けるデブの方が見たいもん <laughs> めちゃくちゃだけどうん,動,なんうの動けるほっそりした人より動けるデブの方が圧倒的に少ないじゃないですかこれも言い方あれかもしれないけど分かりやすいように言ってますよ うん、で僕はもう鞘師リりフォーに関しても他のハローメンに関してもじゃ進めたらもわめたらも同じですよそ,そこであんま見てないですよそうなったらそうなったでそのマーケットこじ開けてみたらぐらい、うん、だってそれがエンターテイナーだもん、うん、で自分が細く痛いんだったら体型維持っていうのはそれは努力する必要があるしそれだけのことだと思いますこんな感じでよろしいでしょうか僕も頑張ってほしいと思ってますありますじゃあ続いて 柴田雅史さん、えー、プロ野球選手も現役引退後の生活費の確保が大変そうですけどアイドルもアイドル卒業後の仕事の確保が大変そうですねもちろんさやさんをずっと応援しますさやさんのダンス歌楽しみですあざっすうんではどういう功績どういう契約だったかってとこに依存する話だと思いますよ、うん、プロ野球もアイドルも契約社会だからプロっていうのはでも依然しろ契約社会ですね 契約書がどうであるかということに非常に採用される。ただ、モーニングはあ他のアイドルグループとかと比べては結構恵まれている契約書のはずでは、まあこれは裏付けあります。何がっていうところは何か必要があって、うん、必要があって僕が言えると判断したら話します。そういう感じですね。で引き続きよろしくお願いします。応援してみましょう。えっ、ー、と、クケさん。 自分のこれ分かんないやコメント取りり上げててくれてありがとうございます勉強になりました。オリジナル最強と変化を認めるではハロプロ好きにはベースとして変化を認める要素があるような握手を自分はモーニング娘。での最初の新メンバー加入の時のざわつきが印象に残っていますがその後のハロプロは卒業と加入を繰り返しハロプロファン強いてはアイドルファンはそういうことへの耐久ができた。 でも従来のオリジナルメンバーで結成し誰か抜けたら解散が普通の人にはなかなか受け入れられないんだと思います。さ、え、や、ー、さんの未来の話は非常に面白かったです。海外挑戦は非常に困難な道でどこまで通用するか、もし出られたとしてもどのくらい出られるのかという不安が大きいのですが彼女はそれを望むならばたとえ短期間でも叶えられればいいなと願います。うんうん、同じこと思いますね。 うーんベースがハローにあるということを使ってるようにはやっぱアベンジャーズの,あのところではあんま見えないむしろ沖縄アクターズスクールからアクタースクール沖縄ア,ア,アクターズスクール広島からハローを得てベビュメタに行ってる時はこのハローを通過点にしてるような感じに僕は見えてます、うん、でもどれも鞘師里帆というところの 成り立ちからしたら重要なんで引き出しで出しているかなって感じですね。そんな感じです。今後もお願いします。じゃあ続いて田中俊さん。えー、コメント、返事ありがとうございます。面白かったです。丁寧なお答え、頭が下がります。長時間の収録大変かと存じますが、えー、大丈夫ですね。ベビーメタルは還暦を過ぎた今あ、ここまで熱中できるとは思いもしなかったあ新しい趣味ですね。 さて新しいブルーレイ作品フォーラムのライブさやしとなんだこれはモモコでいいのかはとても素晴らしく西の神バンドのドラムのパワーにノックアウトですそういえば今後の鞘師が踊りか歌かという話ですがインスタの Q&A2 でこのように答えてますよ楽しみですね、uh, You prefer dance or sing b o t h yeah <laughs> うん、見たよ。見ましたよ。うん。そうそう、ごめんね。ちょっとこれ、漢字をすぐ読むのがね、危ないね、うん。頑張ります。うん。これは、これでいいか。うん。長時間になっちゃって申し訳ないってことで、頑張ります。すいません。お付き合いください。じゃあ、引き続きお願いします。上杉いい茂信玄さんか。上杉信玄さん。すげえ名前だな。 初コメで失礼します自分は B メータのファンでハラプロのことはあんまり詳しくないんですがキュートの矢島と鈴木の現在の活動を見ているとちょっともったいなく感じますが国野さんはどう思いますかたまに YouTube でキュートの動画を見ていましたが個人的には5人の中でも矢島と鈴木が特に光り輝いていたように感じていました、えー、自分ならこの2人ならやり方次第で世界で通用するユニットを組めると思うんですがハラオタとしての見解をお聞かせください簡潔にありがとうございますお答えしますよ いうとお目が高いですね。で、矢島矢島もいいんですけどねうん。矢島の現在の活動というところで言うと、歌手主体でギアが最初に入んなかったんですよ。舞台女優ってことだったと思うんですね。で、舞台女優としての矢島っていうのは全然あの面白い。ただファンの中で分かれてんのは、ハロプロって。 ある時期、今もそうなんですけど演劇女子部といってだでいっていう形態だったんですねそれで矢島当然卒業後そこを変えていくんですよあのフィールドっていうところで男性とかと一緒にやるようになるんですけどこれでねどう舞台とはこれあれですけど申し訳あれなんですけども答えが分かるように検索すれば出てくるように言いますと塚晃平さん演出もう塚晃平さんお亡くなりになられてますけど。 が25年ぐららい前にやられた舞台のリメイクかなんんかあったんですよその時の舞台に矢島出てるんですけど、あのー、ネタバレですけど最後物語とかあんま関係ないのに無駄なキスシーンがあるんですね。でこれはもうハロウタ全員反対というそういう <laughs>、うん、そういうような感じでもったいないというより反対が出てきてるってことですね。で歌は 彼女もともとちょっと鼻にかかって抜けない声だったんですけどキュートの後期そして卒業後タイのジャパンエキスポなんて2年前にあったんですけど行ってきたんですけど全然いい歌手になってますねソロでも全然いつの時代の歌も歌えるしキュートというところの歌も全然ちゃ,んかちゃんと自分で解釈というのが上手ハローのいろんな曲もなんかもう少しあちアレルギーかな。<laughs> な、えー、なんててていいいいうふううううふふにに思っまますすで矢島はそ見鈴木愛理ね鈴木アイリーねあの貴重,重要なのはソロの歌手としてのところっていうのも重要なんですけど売り込み方の方がやっぱりメディアに出ていく上では重要だったと思っててこれは大きく2つあったと思うんですね。で1つはあやはりレイであったりとかってファッション誌方面で同世代より少し下の層の,あの女の子をつかめたってこと。でこれはもう戦略だったのか 旧都時代からそういうい伏線があったんでうん多分プロの人たちだからこのまま鈴木愛理をピンにして売るっていうことしていけるってなんなかったらやんなかったはずなんですよなので僕はキュート時代から今の、えー、とこういう愛理の出し方っていうのは決まってたのかななんて思ってるところ不思議としてありますそれが1つ目で2つ目は歌手のでソロのあの規模っていうのは、うん、僕はこれ憶測ですよ 事務所はあの宣伝規模だ出さないはずなんで親がお金をしたと思ってるお父さんゴルファーでお金持ってるからで出す出さないもそうだけど保証したっていうところかもしれないけどねこけた時にそういうケツ持ちがいたっていうところでリード取れて僕歌としては全然好きなタイプの歌をファーストよりセカンドの方がいいですけどアルバムね「愛」っていうアルバムがおすすめです鈴木愛理の。でとてもいいんで あのこれ大成功なんじゃないかなとで価値も伝わってるしこれだけベビメーター好きな人たちにもなんか注目されてるし今まだまだ彼女のキャリアの中では中間点と見ていいんじゃないですかねそういう考え方ですよろしいでしょうかありがとうございます鼻がなんかすげえかゆいんだろう <laughs> すいません、えー、続けますゴム頭ポンタロウさん 始めてまして毎回楽しく見させていただいてますもし他の方が回答されていましたらすいませんあくまで試験なのでお許しくださいメイトさんが鈴木愛理さんの話題を出すのはモアさんが鈴木愛理さんの大ファンというのを桜学園時代に公言したからではないでしょうか私は全く軽くのこと知りませんが鈴木愛理さんの名前はモアさんが言っていたので知っています、ええ、何度かご指摘されて存じておりますありがとうございます、えっと、引き続きまた気になることがありましたら ご連絡お願いいしますありがとうございますあじゃあ続いていきましょうで田中さん国尾さんはご存知のようですが k p o p とは韓国のポップですブラックピンクは YouTube で某曲を短時間で10億超えでしたこれはカテゴリーを変えてさらに今はできないはずの F5 を使ったらしく防弾少年団はブービルボードチャートでストリーミングを駆使したらしいライブ会場ではほとんど韓国人らしい工場リンク野球場リンク ありがとうございます拝見しました。えー、田中さんは多分、韓国のことがすごく気になる方なんですね。で、k p o p が韓国のポップス分かりますうん。で、これ、僕うんなんていうの、何度来てくれてもちゃんとお返しする,するけど、どう捉えてるかって言ったら、韓国のポップスが、例えば、このリンク拝見しましたけど、スタジアムで内野席プラスアルファぐらいしか埋まってないっていう感覚だと思うんですよ。 でえー、もう一個はストリーミングの方はスマホをいっぱい並べて女の子をこう作業してるっていう再生作業してるってことだと思うんですよ。でこれをさ僕どう見てるかっていう考え方だけどそれやってったってガラガラでも別にいいし再生何個しても別にいいのよ。でそれが何て言うの自分が何か例えば韓国のポップスとか僕が見るシーンってどういうことかってなるんだけどジャパンエキスポとかさ。 ヤーパンターグとか何でもいいんだけどイベントの中で日本のブーストを歌っていて、えー、韓国の人たちがそういうことをやってるのを何回も見てきてるのねでもそこでなんだこいつ日本じゃないじゃないかって締め出しムードになるのが初見の一般的な考え方だと思うんですよでもそれって全然継続的ななななな人間関係ににららいいし自自分自身の発展にもならないんですねでこういうのあったらどうするかって言ったら僕だったら「おすげえじゃんどうやってんの?」って言って。 えこんなやり方あんのみたいな感じあとお客さん入ってたスタジオでもこれだけでやれるのやばいよすげえじゃんっていう風うにしてそのやってる奴らと仲良くなってきますよほんでどういう風うにやったのか聞きますよ実際何個かは知ってますもんそしてでそれを積み重ねていくとどういうことができるかと言ったら戦わなくて済むんですよ だからここは日本で何かをしたい日本の,あのブランディングで何かやりたいんだけど韓国のこういうことをやりたいんだったらこういうことをやってみたらどうかなとかこうした方がより輝くよねなんて提案ができるじゃないですか。重要なのは表層的なこれご自身が仕入れた情報じゃなくてどなたかが出したニュースを引用してるから二次情報ですよね。二次情報というのはいくら集めても何にもなりません。 二次情報をただし二次情報を基盤にして一次情報というところのフィールドに立って得ているものであれば議論の対象としてはあ面白いねっていうふうにはなるんですけどでこの韓国のこれやられてる方っていうのは実は最初にやってるから一時情報に値すするんですよなので一次情報これはやらされてる方やってる方どっちもなんですけど行動が一次なんでここの情報とのやり取りをしていない段階になるといくら出されても僕の中ではああそういうこともあるのかもしれないねになってしまうので。 そこ僕田中さんがトライされた実際のことっていうところであったら僕からの答えというのは有意義かもしれないけどそうでない場合はあそういうこともあるよねになっちゃうかもしれないつまんないなんかそして冷たく感じることだったら申し訳ないだけれどもそういう見方考え方してるってことをお伝えしたかったです引き続きよろしくお願いしますじゃ続いていきましょう,う,んとうんパズンゴネさん書います 長時間の動画お疲れ様ですドライブ中に聞いていたのでストレスなく聞けましたが今後は30分を超えるような動画については目次0分何々〇〇〇についてみたいな感じをつけた方が見やすいかもしれません今は皆さんの自粛中ですのでたっぷり時間があると思いますが忙しくなってくると興味あるところ自分に対しての返信だけ聞きたいみたいな方が増えてくると思いますので上から目線のアドバイスで申し訳ありません笑い登録者1000人まであと少しですね頑張ってくださいありがとうございますもうこれはおっしゃる通りだと思います でえー、言い訳言い逃れの回答になっても申し訳ないですけどもちろん努力してそちらに向かうようにするということなんで聞いていただければですけどこの作業1個やってくことを今例えば僕ってこれ880ぐらいの確かチャンネル登録者数でもう少し頑張らないと1,000にいかないんですよ。でそういうふうになったら僕収益化された場合自分の時間っていうところにプライオリティを置いて。 どなたかに頼んでいくそういうふうにして自分の言いたいことを考えてることに専念して時間を使っていきたいなんかそういうイメージですなのでもうちょっと待ってほしいなって感じかなこれを取り入れてやっていくと僕作業があの一作ずつ遅くなっていくと思うんですよでまだ言いたいことやりたいこと考えてることってたくさんあるんでそこを出していくのに追いつかない感じがします。であと誰かがこれれ書いてくれてもいいててくもですよ すごい今ずるい発想しましたけど <laughs> 内容こごこですってやったら僕なんかそれを上出しするみたいなので誰か,か YouTuber さんの誰かがやってたのを見たんでそれは乗りますからうん回答でいいですかねなんかすいませんちょっと実力と効率的なところが今自分の中に動きとしてまだないので頑張ります来週になるとね YouTuber 出して100日超えになってくるんで アドバイス引き続きき続お願いいしします活かしていきますすかてじゃあ続いていきましょうと。ミヨンミヨンさん、またまたコメントありがとうございました。ベビーメタルの設定についてはちょっと返信、返答しづらかったかもしれずすいません。あくまで現時点の1位ベビーメタファンの予想というか考察ですので、点点点。ええー、ただベビーメタルにおいてのコバメタルの存在は メンバー同様あるいはメンバー以上に重要なので、えー、ブレインである彼の視点から見るといろいろ理解ができることがあるような気がします2017年以降は特にファンからしても謎めいた動きが多いので何か裏設定とかもあるのかなといろいろ勘ぐってしまいますさて国尾さんに1つ質問がありますビジネス的な観点から見るとベビーメタルのネックになっているのが男性ファンに対して極端に少ない女性ファンの数だと思っています ライブの体感感だと甘めにに見てても8対2くらいに感じていじますメタルというもともと女性受けが悪いジャンルですがデビューメタルはポップ要素とのバランスが絶妙でハードロックヘビーメタルアイドルファン以外にも十分届く魅力を持つからあ,あ自ら持つからこそここまで大きくなったとも思っていますよくこのチャンネルで話題になる k p o p や今や時代の育児となったビリー・アイリッシュも 長寿だごめん時代の長寿となったビリー・アイリッシュもファン層のコアになっているのは若い女性ですしそれぞれ受けた要因は違うかもしれませんがヒットの陰には女性ファンの存在が非常に重要である気がしますあまりにこびすぎるとまた別の問題が出てきてしまいますが。 以前の動画でモンスのファン層が変化し女性ファンが過半数を占めているということを話されていましたがズバリその要因は何だったのでしょうまたベビーメタルが参考にできるような対女性へのマーケティングってどんなものがあると思いますかもっと動画楽ししみにしています、うんん。最初の考察の部分は理解しなるほどと思っていますなのでこれは重ねなくていいかなというところで質問いただいた部分にお,かお答えする感じしますね えっとね、このハローの女性ファンの層が女性が過半数占めているっていうところこれ体感ですけどグループによっても少々違うんですよ。でモーニング娘。アンジュルムはもう女性の方が多いと僕は見てます。まあそれは単純にリリースイベントとかコンサートで女性の方が多いからってことで、ね、であとはジュースジュースはまあだいぶ女性ファン増えたけどまだまだ男性の方がちょっと多い。 で拳は最後はずっと男性が多いまま保った <laughs> だ,かだからそういうことですねまあそういうような見方リアルというところでなぜとというところに入りましょうこれはね2つ大きな理由があっていくつか前の動画で言った女性ファンっていうのが僕平成でいう3年4年生まれぐらいから僕ジェネレーションが変わってると見てるんですよこれは前の動画でも言ってなかったかな ただ何が言いたいかというと踊ってみた系というところで k p o p とかを踊っていた世代でその前は R&B とかだったんですよ。なんとなく歴史時代っていうの分かりやすく言ったらこの15年ぐらいで振り返るといいんですけど2005年ぐらいの時に大学とかでダンスを踊ってみるよう連中が何を踊ってたかって言ったらジャズヒップホップとかなんていうのそれこそうん,なんていうのかなアメリカ R&B 系っつうのかなそっちの方が多かったはずなんですよ。 20089年ぐらいから k ポ p o p 踊ってみた系出てくるんですよ。で2011年なんかマックスですよね。でその辺っていうのは大学のサークルとか学祭とかでもよくダンスなんか見てるとそっちが主流。で2012年以降っていうところはアイドルになる。でその辺の第一次のピークのところっていうのかなアイドルの踊ってみた系のそこがハロプロとすごく相性良かったんですよ。なんかそう思ってます。 で、女の子連中が日常的に踊ったり歌ったりすることにアイドルというのは抵抗がなくなってきた世代ともマッチしてで、ハロプロの方がクールハローって言い出してそこら辺の層を取り込みたくてあんまりオタクを託したグッズとか T シャツとか作んなくなったんですよねその辺とも全部リンクしていくんですそれで今がありますまあこれが味方っすねこれなんでよろしいでしょうか引き続きよろしくお願いしますじゃあ続いていきましょう いいかさはじ、えー、めましてニオさん1回目の動画見て即登録しました、えー、客観性かつ体感の整った考察素晴らしいですユイちゃん脱退以降感情的になりやすいベイメタルのファンのとんがったコメントにも丁寧に返答されお人柄が感じられます、えー、他の方もコメントされていますが動画は30分ぐらいで分けていただけると見やすいです草あとちょっと録画時の音が小さいのかお風呂なので聞くには音量が足らずです草 国さんに一つ質問です。ベイメタルは国内ライブや CM がなく、えー、利益源が少々乏しいと思われますその上で鞘師リフは今どのような収入なのかなとスーモアカノンはアミューズからの給与としても思うこと鞘師への待遇が見えないなと感じていますまたそこら辺が今後アベンジャーズシステムかっこもしくは関わるものが考察されます鼻が出られているようですが ご健康ご留意され今後と素敵な動画をよろししくお願いします、えー、健康状態まで気遣っていただいてすいませんなんかね鼻出れてるというかねアレルギーっぽいのなんか痒みがあるの嫌に、ね、なっちゃうねそんなんいらない情報ね <laughs> であそうそうごめんなさい音量ね音量ねこれ iPhone11 Pro 一発撮りにしてるんですよでマイクつけたりいろいろあるんだけどそれも もうちょっっと待ってください <laughs> しばらくちょっとこれで頑張れ頑張らさせて、うん、理由は持ち時間とかいろ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 試すのに対しての順番とかせであとは、うん、小分けはさっきお答えしたんだけどそれもちょっと待ってください理由は僕が整理して1個ずつ解答していくのにタイムラグが出てしてしまうのとちょっと整理が今下手なんで何かアイディア考えます、うん で、給料システム、これは皆さんの会社とかと多分多分というか、まあ、同じでしょう社員、正社員なのか契約社員なのかアルバイトなのかの3つの中でおそらく契約社員的アルバイト的そっちだとうただプロデュースの仕方とかあの映像の出し方とか見てると契約社員とかの方が近いのかな回数の契約が1年契約なのか分かりませんそういうふうに感じます 本当に、ね、これメジャーリーグの契約とかを当てはめると全部なんかあのヒントになるしそうだろうなになりますよアメリカのエージェントであったりビジネスのやり方っていうところにすごくアジャストしたあークレバーなやり方やった分だけ的なその代わり契約の分は絶対遂行みたいなそういうことだと思いますよろしいでしょうか引き続きお付き合いお願いしますもうあと健康状態は気をつけてるんですけどすいませんじゃあ続いて山田太郎さん コメント会社ありがとうございます。す。言わせていいたただきたいことが少々ありますまず私は国尾さんにムカついたとは言ってないし国尾さんが人を中傷するような発言をしたとも言っていませんよ。私が言いたかったのは視聴者に小夜のネガティブなイメージを抱かせるような酷評コメントはスルーしてもよかったんじゃないかということです。意図的ではないにしろ結果的に最夜市の悩みやになっているんじゃないでしょうか。 次に今回私に対するコメントで顔が大きいこと手足が短いことを悪いことだと思っているかということについてなんですがこれって私が鞘師に対してそういうイメージを持っていること前提の発言ですよね勘違いしないでください私は鞘師がバランスの悪い体型をしているなだと一度も思ったことはありません あと、前回の私のコメントの薄っぺらいという部分についてですが、人それぞれいろいろ考えがあるが、言ってる意味はよくわかるなどと曖昧な表現ではなく、ベイメタのライブを見て、サーシのパフォーマンスはどうだったのかな、など、具体的な意見を述べていただきたかったということです。言いたいことは以上です。長文・乱文ご容赦ください。それでは失礼いたします。いえいえ、ありがとうございます。えっとね、これは多分山田太郎さんの、 連鎖する言葉の中で文章ということが何に前の何にかかってるかなんですよ。で多分これ僕が全部間違ってたんだったら謝罪します。申し訳なかった。だけれども僕がどういうふうに読んだかと言ったらあの言葉だけだと何にかかって何を言ったかわかんないよ。うん、でこの説明でなるほどと思いますよ。うん、でなんつの対抗したくもないし意見でいいんです。で 何だっけな顔の大きさとかの前提の話っていうので勘違いしないでくださいもうこれもそこをピックアップした主語のない言葉を言っているからそう捉えちゃったってことだけどなん僕の読解力がなくてどこにかかってたかまで読めなかったからそれは意味を改善するようにするんですけど山田さんもここの言葉についてみたいなこの今文章素晴らしいじゃないですかそういうような言い方していただけると僕程度の人間にも伝わるんで。 すいませんけど私に基準を合わせていただけると非常に心強い助かりますっていううな感じですね。で薄っぺらいということでこれは山田さんの見方というところの基軸が僕にたとってこの辺でいいんじゃないかなと思ってしまったんでそこも僕の読解力のなさなんで申し訳なかったと思う。ただ何ていうかな本題にして話すようなことっていうのは比較的話してたつもりだから。 ここの部分っててどこを答えて欲しいんだろうすごくさ B メタルライブ見て最初のパフォーマンスはどうだったかって僕にとっては抽象的なのさだからパフォーマンスはどこがどこがっていうところであれば結構前の動画で回答してるような気がするんだけどもしそのもうたどり着いてないとか僕が薄い話だったらこういうとこ深掘りしてくれって言ってくれたらお返し,しますよ。これでいかがでしょうかすいませんもう山田さんのお時間を奪ってしまう えと私のパフォーマンス力の低さで引き続きお願いします。あとす。じゃあ続いてまいりましょう。えっ、ー、と、最後ですね。皆さんいつもお疲れです。えっ、ー、と、井坂 m さん、最後の質問にお答えします。コメント読んでいただきありがとうございます。国尾さんのメイトは切れ味鋭い、最初に対してはドリップした方が良いという意見はその通りだと思いました。この点に、えー、気づいたことがあります。回りくどい表現になりますが書きたいと思います。 えー、ベイメータにどういうきっかけで入ったのかの問いがあればベイメータ創成期ならアイドルでしょうがギミチョコあたりからのメイトは分かれると思います1楽曲が気に入ったからあー過去欧米ロックに勝てる楽曲がに惹かれた2アイドルに興味がなかった3日本語なのに白人を熱狂させているから4、えー、中本さんの容姿が欧米人に対抗できる 5. 神バンドのテクが欧米に対抗できる。こういうメイトいるんですよ。共通することは日本の音楽の頂点を見ていたという点です。昔風に言えば欧米列強に対するコンプレックスです。その中で坂本 Q さんのすき焼きソングがビルボード1位になっていることなどは、日本の女性が70年前にミスユニバースを飛んだ。 ミスユニバースの栄華に輝いていることや日本サッカーが40年前にメキシコオリンピックで銅メダルを取ったことに似て、えー、誇りなんですベイメタはひょっとしたら世界に輝けるかもしれない心の心の底にはあそんな思いを持っているおじさんがたくさんいるのがベイメタなのだと感じていますそんなおじさんはアイドルの扱い方が分かりませんアイドルのサヤシさんはこんなおじさんは引きますねドリップ必要です笑い 今はベイメタ沼にはまってしまいアイドルの世界も面白いなと思ってます。ベイメタを使って世界の頂点を見たいとかの気持ちよりもベイメタが単純に好きという本当のファンになりました。こういう感じメイトで多いんですよ。ありがとうっす。うんん。うんふん,ふん。うん。でもそりゃそりゃそうだよね。 これねどれも対抗というかこの欧米列強同向のところはあの分かってないんじゃなくて分かなのさ分かるんだけど多分それさ戦後からのやつじゃない70何年間同じことやっててもしょうがなくて2020年型は何なんだろうというふうに考えると戦ってるうちは戦いの指揮官とは会話ができないはずなんですよなので その戦いの指揮官の方々にこういうような兵用傭兵がありますよ。でもこの,あの戦い方素晴らしいですよね。こういうとこいいですよね。っていうような話し合いの中でこっちもチョイスされる一理ある感じを並べておかなきゃいけないんですよ。これは分かりづらい話かもしれないですけどベビーメタがすごかったってベビーメタ売れるわけじゃないんですよ。売るやつが <laughs> 売る気になんないと売れないっていうことでだけど売るやつが売る気になってもこれが残酷なんですけど売れるわけでもないんですよねで簡単なのは資金がいくら回ってるかなんですよメジャーリーグとよく例えますけどメジャーリーグも日本のプロ野球ももう今や近いですよ年間何試合使うっていう契約があったら何試合使うんですもん。っていうことはその巨額を投資した人がその人の言う通りそっちの方が偉いんでその人の言う通りに選手側が動くっていうのと似てる作業なんですよ。 ベイメタもそっち側の方にどれぐらいのお金を投入してもらってどれぐらいのスケジュールを企画してもらったかってだけなんですよね。だからこれが流れてないと結局いくら我々がベイメタがすごいと言って応援してモーニングもすごいと言って応援しても何が変わるってことじゃなかったりするんでもし本当にそこを世界規模の上にしたいんだったら。 そういう方々とのコミュニケーションの中でこっちも一個一理ある提案を持っておくってことなんだと思ってます。これは音楽業界だけに限ったことじゃなくてどんなビジネスでもどんな国交の中にでも実は転がってると思ってます。そんな形でよろしいでしょうか。えー、本日も長い間お付き合いいただく国をチャンネルもちろん登録していただくことがもう何よりも重要なんですけど、えー、とコミュニケーションというところをかね測る上で測っていく上で 僕の足りないものはね言い訳もたくさんあって申し訳なかったんですけどあの確実に進化していくし全然スルーしないんでお願いしたいと思っておりますではサタデーナイトこれから迎えると思いますけどもねハローの音楽であったりベイ、まあ、メーターも砂漠も全部ですよねエンターテインメントを確認し何か人間対人間というところの可能性が広がることそんなことができれば幸いでございますてな感じでまたお会いしましょう